これから教区の司祭団が司教を囲んで共に捧げる共同式儀者の中で、私たちはキリストによる再祝の聖霊を記念します。また司教は司祭団がその再祝の役務のために用いる描写の油と洗礼志願者の油を祝福し、洗礼、献身、除海の時に用いる香油を聖別します。しかしこの聖香油の御座は除海の奇跡によって司教や司祭に与えられた再祝だけではなく、入信の奇跡によって与えられる信徒の再祝を思い起こすための良い機会であり、司教を中心として集う教区という神の民の見える印となる御座です。それぞれの立場でキリストの再祝に預かる私たちが、その使命を忠実に果たすことができるよう心を合わせて共に祈りましょう。それでは皆さん、お立ちください。入祭の歌、天礼聖歌42番、神の掟を喜び、お歌いましょう。
Thank you.
天皇の神よ、あなたは一人一人聖霊を注いで主キリストとしてくださいました。キリストの大使徒に預かる私たちが世にあって救いの証を立てることができますように、聖霊の交わりの中であなたの方に世々に行き支配しておられる御子を私たちの主イエス・キリストによって。皆さんお座りください。これより言葉の宣誓に入ります。神の言葉に耳を傾けましょう。主は私に油を注ぎ、主なる神の霊は私を捉えた。私を使わして貧しい人に良い知らせを伝えさせるため、打ち砕かれた心を包み、囚われ人には自由を、つながれている人には解放を告知させるために、主が恵みをお与えになるとし、私たちの神は報復される日を告知して、嘆いている人々を慰め、シオンの家に嘆いている人々に灰に変えて冠をかぶらせ、嘆きに変えて喜びの氷を、暗い心に変えて賛美の衣をまとわせるために、あなたたちは主の祭司と呼ばれ、私たちの神に伝えるものとされる。誠をもって彼らの道具に送り、とこしえの契約を彼らとする。彼らの祝福は国々に知られ、子孫は諸国の民に知られるようになる。彼らを見る人は全て認めるであろう。これこそ主の祝福を受けた一族であると。神の御言葉。は神の御言葉に答えて歌いましょう。編で聖歌38番、神の慈しみを。神の慈しみを、とこしえに歌い、主の誠を、よよに告げよう。Thank you.
皆さん、お立ちください。神の上は私の上にある。貧しい子に救いをつけるため、神は私を選ばれた。
神よ、お救い。イエスはお育ちになったナザレに来て、いつもの通り安息日に会堂に入り、聖書を朗読しようとしてお立ちになった。預言者イザヤの巻物が渡され、お開きになると、次のように書いてある箇所が目に留まった。主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの腰を告げるためである。イエスは巻物を巻き、係の者に対して席に座られた。会堂にいるすべての人の目が、イエスに注がれていた。そこでイエスは、この聖書の言葉は今日あなた方が耳にしたとき実現したと話し始められた。キリストに賛美。私たちは聖公祈りのミサを行っています。聖公祈りのミサが行われるようになったのは大和社公会議後のことで、比較的新しい天然と言われています。教会の初めの頃、洗礼、献身、教会のために用いられる、こういうの、聖別の日は特別に定められておらず、司教は必要な時にこういうを聖別しておりました。その後、5世紀頃からローマを中心とする西方の教会で、こういうの聖別のために先週間中の聖木曜日が適当な日として選ばれ、1954年までは主の晩餐のミサの中で行為の聖別が行われ、また同時に両者の油と洗礼志願者の油も一緒に祝福されるようになりました。その翌年、1955年に主の晩餐のミサから切り離されて、初めて聖公祈りのミサが設けられ、木曜日の午前中に聖公祈りのミサ、その夕べには主の晩餐のミサが行われるようになりました。そして1970年に教皇パウロ6世は、除海の奇跡による再始職を記念するために、司教を囲む共同知識によって聖公祈りのミサを行い、司祭の約束の更新をする要素を付け加えました。こうして、
主の晩餐の夕べのミサから切り離された聖公用ミサは、聖木曜日の午前中だけではなくて、その前の受難の月曜日、火曜日、水曜日に移動して行うこともできるようになりました。最初は、主の晩餐の御座の中で、油の祝福、聖日が行われておりましたけれども、この主の晩餐の御座から切り離された聖公用の御座は、聖公以下の強いられる洗礼、献身、除海の奇跡の恵みによって、私たちがそれぞれの立場で、キリストの再祝福に預かっていることを目想する、とても素晴らしい機会になるのではないかと思っています。今日の福音の朗読の中で、イエス様が、安息日に会合で聖書の朗読を行ったときに、イザヤ書の箇所が読まれました。主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれたからである。この御言葉が今日実現したとイエス様はおせになりました。そのキリストの上に注がれた同じ主の霊が洗礼、献身、除海の三つの奇跡の恵みによって私たちにも与えられ、私たちはそれぞれの立場でキリストの再出職に預かる恵みをいただいています。今日の第二王国のヨハネの牧師は、キリストの再出職について、次のように日本語に教えています。私たちを愛し、ご自分の血によって、罪から解放してくださった方に、私たちを王とし、ご自分の父である神に、使われる祭司としてくださった方に栄光と力と誉れがよりも限りなくなりますように。私たちを愛し、ご自分の血によって罪から解放してくださったキリストは、さらに私たちを王とし、ご自分の父である神に使われる祭司としてを続けておられる。私たちを通して働こうとしておられます。そのキリストの使命に奉仕する恵みは、聖公義の問いによって示されている聖霊の特別な恵みによるものです。皆さんもご存知のように、大和教皇会議では、洗礼と献身に基づいて、すべてのキリスト者がキリストの再出職に預かっていることを確認しました。そのことが、共通再出職という言葉で呼ばれています。そしてキリストはさらに、除海の奇跡によって、ご自分と一体化されて、神のために奉仕する司教と司祭という義務的な再出職の選定を望まれました。今私たちがお祝いしている聖公用の御座は、洗礼と献身による信徒の共通再出職と、さらに除海の奇跡によって司教と司祭という義務的な再職を同時に祝う日であるということができると思います。
都会の責任能力を地方と地裁という歴史的な参照とは、宣伝と献身による共通参照の外にではなく、共通参照の中にそれを土台としてあります。そして、共通参照の上にではなくて、共通参照に奉仕する参照として私たちに与えられています。広島教区はこの4月から教会へのチャレンジという目標を掲げて、教会がキリストから委託された使命を思い起こしながら3年間を過ごしていくことになっています。そのために今改めて洗礼式の時に聖光輪が注がれる時の祈りの言葉を心に刻みたいと思います。宣伝を受けた人に講義を受けるときに次のように言います。神の民に加えられたあなた方は神ご自身から救いの講義を注がれて、大祭司、預言者、王であるキリストに結ばれて、その使命に生きるものとなります。教会へのチャレンジはスタートしました。3年間の間に大祭司、預言者、王であるキリストに結ばれて、その使命に生きるものとなっていくために、私たちは祈る使命、祭司職、伝える使命、預言職、伝える使命、王職ということを使命ごとによく目想しながら、司祭者、宗教者、信徒の皆さんが一丸となってイエス様への最初の預かり方が、それぞれ多様性があるところ、同じキリストの一つを最初に預かっているということを意識しながら、キリストの中心にキリストに一つに結ばれて、教会の使命をよりよく果たしていくことができるように、この3年間の歩みの上に、私たちの神様が私たちに豊かな恵みを与えてくださるように、この御座の中で祈り続けていきたいと思います。これから司祭の役職の更新が行われます。司祭団の皆さんはお立ちください。神と人々に伝えるため、誤解を受けられた兄弟の皆さん、今日は主キリストがその会議職を人たちに与え、また私たちにも与えてくださったことを記念する日です。私たち自体は喜びを持って受けた神の言葉を述べ伝え、行いを持って証しするために使わされて、神の民を教えに導き、感謝の祭儀を捧げ、主の食卓でいらっしゃいます。全ての人がキリストにおいて成長し、一つになるよう、神と兄弟に兄弟に奉仕する使命を受けた司祭団の皆さん、今、その神の国の約束を新たにいたしましょう。司祭団の皆さん、あなた方は、
天命の導きのもとに主の霊を持つするにあたり、教団の良い協力者となって与えられた最初としての務めを絶えず果たしますか。あなた方は福音を述べ伝え、カトリックの信仰を表すことによって神の言葉に奉仕する務めを誠実に果たしますか。あなた方は神を賛美し、信じる民を神に導くためにキリストの日々、特に感謝の祭と入植席を教会の伝統に従って経験に正しく取り行いますか。あなた方は絶えず祈る用意との主のご命令に従い、自分に委ねられた神のために私たち司教団と共に神の憐れみを祈りますか。あなた方は教会共同体の助けのもとに貧しい人、苦しい人、助けを必要とする全ての人に主の名において神の一筋を示しますか。あなた方は司教との絆の中で尊敬の心を持って司教に従うことを約束しますか。あなた方は私たちのためにご自分を清い捧げ物として御父に捧げた愛されしキリストに仕事に固く結ばれ、キリストの共に自分自身を人々の救いのために神に捧げますか。祈りましょう。永遠の神の王子キリストに選ばれた私たち自体が、あなたの言葉と奇跡によって人々に使われ、与えられた使命を恵みによって果たすことができますように、私たちの主、イエス・キリストによって。皆さん、お立ちください。主様の祈りに応えて、主よ、私たちの祈りを聞き入れてくださいと答えてください。ご列席の皆さん、被災者のために祈りましょう。すべての被災がキリストに結ばれて人々を神である父に導くことができますように。また、主よのためにも祈ってください。主よに与えられた人としての使命を果たし、良い牧者として全ての人に使えることができますように。神である父よ、あなたの神を慈しみを持って導いてください。あなたの恵みに支えられる教会が世界の平和と一気に役立つものとなりますように。皆さん、お座りください。これから祝福、または聖別される油とパンと葡萄酒が司教のもとに運ばれます。皆さん、天命聖火161番喜びの聖なる油を歌いましょう。
あなたは私の罪について、ここにつながるパンはあなたからいただいたもの、大地の恵み、共同の祈り、私たちの命の節となるものです。神よ、あなたは万物の主にし、ここに備える命はあなたからいただいたもの、大地の恵み、共同の祈り、私たちの命の糧となるものです。皆さん、この捧げ物を天皇の父である神が受け入れてくださるように祈りましょう。
堂の管理のこの捧げ物の力によって私たちが古い人を握って新しい人を身につけて日々救いに近づくことができますように、私たちの主イエス・キリストによって、主は皆さんと共に、心を込めて神を守り、聖なる父、全能永遠の神、いつどこでも主キリストによって感謝と賛美を捧げることは、まことに尊い大切な務めです。あなたは聖霊の一人で一人を永遠に新約の大祭司としてお立てになり、教会の中に唯一のキリストの大祭司が保たれるようお定めになりました。主キリストは神の民に大祭司を与え、奉仕の務めに携わる人々を選んで司祭としてくださいました。司祭はキリストの名によって人々のために罪越しと罪を整えて、救いの生贄を捧げ、言葉と奇跡によって神の民を力づけるように召されています。また司祭は神のため人々のために自らを渡してキリストに従い、頼りなく信仰と愛の証を立てるように選ばれています。聖なる父よ、この豊かな恵みに対する感謝を込めて、私たちも天使と聖人と共にあなたを称え、喜びを持って歌います。食事の終わりに
神である父よ、あなたは一人の幻想を通して両人を慰め、力づけてくださいます。私たちの祈りを聞き入れ、体を清めるために、ひのきから生まれたこの油の上に、慰める地である聖霊をお使わせください。この油を注がれる全ての人があなたの祝福を受けて体と心の健康を取り戻し全ての病気と苦しみから解放されますように全能の神である父よあなたによって祝福されたこの尊い油が私たちの助けとなりますように。Thank you.
霊によってキリストに結ばれ、またこれからいただく聖体に結ばれて、私たちがキリストのうちにキリストの最初を果たしていくことができますように。主キリストが教えてくださった主の御りを行えましょう。Thank you.
時のお羊の食卓に招かれたものは幸い。主よ、聖誕太陽は案内に従ってあらかじめ決められた場所に祭が立ちますので、皆さんは行列の流れを配慮しながらご聖誕いただいてください。それでは拝礼の歌マラナタを歌いましょう。
しください。会心の皆さんはお座りください。これから洗礼志願者の我々が祝福され、続いて洗礼、献身、除灰の時に用いられる行為が成立されます。まず洗礼志願者用の我々の祝福を行います。信じる者を強め、助けてくださる神を、あなたは、油を力の印として与えてくださいました。この油を祝福し、先生の準備のため、これを伝えに行ける人々に、勇気と元気をお与えください。先生、被害者がキリストの福音を深く理解し、信仰の道を進んでいくことができますように、また、あなたの子供にふさわしいものとなって、教会の中にあなたに生まれ、生きる喜びに預かることができますように。私たちの主、イエス・キリストによって、聖公理の聖別を行います。兄弟の皆さん、伝道の父である神が、この油を聖別し、これを注がれる人が、聖霊の賜物を受けて、救いに預かることができるように祈りましょう。すべての聖長と、誠の信仰の源である神を、教会が今、喜びのうちに捧げる賛美と感謝を受け入れてください。あなたは初めに、大地が身を包む木を生み出すようお命じになり、成功のために油が作られるよう、オリーブの木を与えてくださいました。大帝王は、この油が恵みの主人に用いられ、私たちに命と喜びをもたらすことを予言してくださいました。また、世界の罪が洪水によって罰せられたとき、オリーブの枝を加えた後は、大地に平和が蘇ったことを告げ、未来の大きな恵みを表しました。新しい時が始まった今、かたどりによって示されたことは実現しました。先生の道によって、すべての罪が濃厚され、私たちは油を注がれて、喜びと平和に満たされています。また、あなたは、しもべ、モーセを呼び、その兄弟、アロンを水で清めた後、
油を注いで廃止するようお命じになりました。さらに王侯イエス・キリストがヨルダン川でヨハネに洗礼を求められたとき、あなたは聖霊を発動されてお伝わりになり、天からの御霊によってイエスがあなたの愛する一人子であることを告げられました。こうして2人での予言は成就し、キリストは全ての兄弟を恐れて喜びの油を注がれている方であることが示されました。聖なる父よ、あなたの祝福によってこの油を元に戻すし、王国キリストの協力によって聖霊の力を注いでください。この油はキリストの尊い名にちなんでクリスマスを名付けられ、あなたはこれを祭司、王、預言者、殉教者の上に注がれました。先生の水によって新たに生まれる者のためにこの香油を救いと命の印としてください。人々がアダムから受け継いだ罪から解放され、この尊い油を注がれてあなたの栄光に輝く神殿となり、汚れのない命に満ち溢れますように。あなたの定められたこの恵みの印によって、王、祭司、預言者の前に預かり、滅びることのない命の衣を身にまといますように。この油が水と精霊によって新たに生まれる者にとって救いの香油となり、永遠の命を得て神の国の栄光に預かることができますように。私たちの主イエス・キリストによって、最後の皆さんもお座りください。これから主さんの方からこの復活祭後に移動される主さんたちに任命書が渡されます。中村健三さんは、三角三教会の方向にあります。中村さんは、どうぞよろしくお願いいたします。中村浜田、松田、佐久間君からの委員をお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。西山和夫神様、宇部共同体の協力者からのお願いいたします。めぐり神様、尾道福山福山の会の主任をお願いいたします。よろしくお願いします。バルコ神様、倉敷
まっては許しま、と別の状態の支援をお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。すみません、長くなりましたけど。
けれども、2016年にダイヤモンド祝、民宿を迎えられた方の紹介をしたいと思います。前に出てくださいますかね。また名前を呼びますので、前に出てください。教皇様はですね、祝福状をちょっとお願いしていたんですが、今日間に合わなくてですね、すみません、またいつかお渡ししたいと思います。準備しましたので、名前を読みますので出てきてください。ダイヤモンド地区の方からです。援助修道会、大津共同会、下條由紀恵シスター。援助マリア修道会、福山修道院、入川由紀子シスター。同じく、エンドマリア修道会、福山修道院、清川恵美子シスター。同じく、エンドマリア修道会、福山修道院、ハジ・ユキコシスター。エンドマリア修道会、調布修道院、浜野信子シスター。ナミウロトータル修道女会、井上マスコシスター。聖パウロ女子修道会、友永ゆせこシスター。友永シスターも今日はちょっとお休みです。それでは続きまして、緊縮の司祭修道者の方々を紹介いたします。豊田正信神父様、イエス会の岡俊弘神父様もいらっしゃるんですが、今日はお休みです。それではシスターの紹介をいたします。緊縮のシスター、遠藤修道会、楠木修道院、倉地節子シスター。同じく遠藤修道会、楠木修道院、山地雅子シスター。
が、私たちのこれからの将来の命運と歩みの命運に、神様の祝福と導きがありますように、また私たちが自分のうちに一つになって、協力を行うことができますように、祝福を願います。主は皆さんと共に、天皇を感じ、と、こと、聖霊の祝福が皆さんと目にありますように。アーメン。聖子ゆきさを終わります。行きましょう。主の平和のうちに。平成の歌、アトリック聖歌12番、我神を込め。